なんかね、物言いたげな人がいます。猫さん、猫さん、ねえに、猫さん。はい、物言いたげそうな顔をしてたのにカメラを向けると言わないってシャイなんですかね。はい、というわけで今日もやっていきたいと思いますが、本日のテーマはですね、まあ夏に恋人作りたい、夏までに彼女欲しい、彼氏欲しいって方いると思うんですが、今日はですね、そんな恋人を作るために一番重要なこと何かというと、やっぱ告白ですよね。やっぱり好きだって気持ちを伝えるときにどうやって伝えようか、なんて言ったらいいんだろうかっていう風なことを迷う方いらっしゃると思うんですが、実はこれ科学的に決着が結構ついてまして、どういう告白の文句が最も相手の心に刺さり、そしてイエスと言ってもらいやすいのか、でこれがですね今日のテーマになってきます。3つポイントがありまして、告白の時に非常に重要になるですね、その口説き文句というか、気持ちの伝え方、それをですね今日は、科学的にお話ししていこうかなというふうに思います。ちなみに今日の実は内容の面白いところが、女性から男性にも使えるんです。だいたいこういう告白とか恋愛系の内容って男性が女性に告白しますっていうパターンが多いですよね。まあそれの方が多かったから今までは。でも今は、まあ、男子はどんどん装飾系っぽくなってって、まあ、女性も社会進出したりとかして、やっぱり女性が気持ちを伝えるってのも別に全然変なことではないし、全くまあむしろねいいよねというのもあるわけですよ。ってことは、じゃあ女性が男性に対して告白するときはどういう風にね男性の告白と違うのかと、あるいは男性と女性両方の告白で使えるテクニックはないのかということで、今日はまとめていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。概要欄の方からね、僕のオーディオブックが無料で聴ける、キャンペーンやってたりとか、Dラボのおすすめの動画、恋愛に関するねなんかも用意してますんで、ぜひですね概要欄の方も合わせてチェックしてみてください。本日の前はトアですね。はい、年間100ケースとかしか作ってないあのやつ、私このブラックマジックとかそうだと思うんですけど、ブラックマジックとペクストパートカロンって僕の最近ねちょっとハマっている、作り手のワインを飲みながらやっていきたいと思います。乾杯。はい、ブラックマジックの方がでもなんかやっぱ硬い感じしますね。トカロンは割と飲みやすい、最高の価格の畑となんかコネがあって仲良し でそこからねブドウ買って作ってるんですよね。自分の畑じゃないんだじゃなかったかな確か。はい、というわけでやっていきたいと思うんですけれども、まずはじゃあ基本的なところですね。告白の基本、まずは第一の基本がこちらです。はい、ストレートに言ってください。はい、チャラい口説き文句とか、ちょっとなんかほらあのチャラいまではいかないんだけど、なんかこうほら凝った口説き文句みたいなの映画とかの見過ぎでする人いるじゃないですか。ただ基本的には様々な研究によると、チャラい口説き文句とか凝った口説き文句よりももうストレートに好きです、付き合ってくださいっていう風にストレートに言う方が、実は口説き文句としては好まれると、で勝率も高いってことが分かってますね。はい、もともとねあの恋愛科学とか恋愛心理学の世界では昔からどういう口説き文句が一番ねいいんだろうかってことは、結構ですね永遠のテーマみたいな、ものがずっとありまして、1986年、僕の生まれ年ですね、86年のですねあの古典的な研究とかでもやっぱりこういったものを示されてまして、男性でも女性でも、まあ、下品な口説き文句とかちょっとチャラい口説き文句とかそういったものよりも、もうより直接的に好きですとかね、もう付き合ってくださいって、好みのタイプですっていうふうに言っちゃった方がいいよということがですね結論になったりとかしてるわけなんですね。はい、例えばもう好きになっちゃいましたとか、いや目が素敵ですねって、もう僕ものすごくタイプであの好きですっていうふうに言っちゃった方がいいですと、女性の場合もそうですよということが分かってるんですね。これ意外なんですけど、男性ってねやっぱ振られると怖いんですよ。拒絶されるのがめちゃくちゃ怖いんで、ただそれこそなんか変な話、ほらセックスレスになった時のダメージって男の方が大きいんじゃないみたいな話とかもあるわけですよ。要するに拒絶されたと、性的に自分が拒絶されたって思うと結構ね男性ってショックを受けるんですが、だからそういう意味で言うとね、なんかその女性側から好きですってストレートに分かりやすく言ってもらえるのは男は結構嬉しかったりとかするんですよ。よくほら男に告白させないとダメだよみたいな風にね、男はねあの追いたい生き物だからっていう風にね、今度追いたい本能があるからとか言う人いますけど、まあ、あれはもう時代が古いですよという話です。心理学的には、直接的な口説き文句の方が男性でも女性でも好まれるというのが、まずは基本その1です。はい。今日3つありますから。はい。では続いてその2。その2はですね、時々やっちゃってる人いるんです。当たり障りのない無邪気な告白。これが最悪です。下手に行くぐらいだったら、むしろチャラい方がマシですよって、ちょっと面白い原因が出てるんで、これもご紹介します。はい。これですね、
こういったですね、恋愛科学の研究の最新の、研究なんですけれども、女性が男性に使うといい口説き文句について、調べてくれた、そんな研究ですね。だからこの内容は、女性が男性に、お願いするときに、実は、無邪気な告白っていうのが一番良くないと、分かりづらい告白が一番ダメなのよと、それ行くぐらいだったらちょっとチャラい方がいいよということがこの研究では明らかになってます。はい。18歳から56歳のですね、男性をですね、130人集めまして、それぞれのですね、写真に対してですね、こう、なんかそのね、女性のね、好みのね、いろんなね、美しい女性の写真を見せて、その女性の魅力度とか、その女性がどれくらいエロいかとか、あとその女性が皆さんのことを口説いてます。こういう文言で、みたいな、そういうその告白の文句だったりとか、そういうのを含めた上で女性の魅力っていうのを評価してもらったって、そういう研究があるんですね。つまり、まあ、どういう告白で男が一番グッとくるのか、みたいなものを調べた。そんな研究ですね。結果何が分かったかっていうと、やっぱり一番、その相手に対する魅力っていうのが評価が高かったのが、直接的なストレートな口説き文句、だったそうです。素敵な男性ですねとか連絡先教えてくださいとかっていうふうにもう直接的に今好きですみたいな風に来る方が男性はやっぱりその相手の女性に対して高い評価をつけたんですね。要するにあれなんですよ、その告白の文句によって男性側から見た時の女性の魅力が変わるのかっていうことを調べてるんですこの研究は。だからほらよくほら学校とか高校とかでもあったじゃないですか、なんか共学とかだった、僕共学じゃなかったんで噂しか知らないんですけど、共学だとなんかね、あいつがお前のこと好きって言ってたよとかって言われると、お互いに意識しちゃって本当に好きになっちゃうみたいな。要するに人間って好意を向けられるとある程度好意を返したくなるんですよ。ある程度ですよ、もちろんね。誰でも彼でもいいってわけじゃないんだけども。だから、直接的な口説き文句を言われると、魅力が高く見えちゃうんですよ。だから女性も男性に対して直接的に好きですって気持ちを出した方が男から見た時その女性って魅力的に見えるわけなんですね。だから自分の魅力を高めるためにも直接的な口説きをした方がいいですよという話です。で、二つ目に効果的だったのが意外なんですが、チャラい口説き文句でした。はい。まあ、いつもなんかここにいるよね、みたいな。このバーの一番のお客さんなんじゃないみたいなのとか、ちょっとお互いさ、独り身だしさ、なんかさ、ちょっと朝まで飲まないみたいな感じの、ちょっとチャラい感じの、こうなんか、慣れてるな、こいつみたいな口説き文句ありますよね。で、こういう口説き文句は2番手だったそうですね。ってことはじゃあそれより悪いのあるのと。はい。実は、チャラい口説き文句よりもやばい口説き文句があって、それは何かっていうと、ちょっと無邪気で私なんか何もわからないんです、無垢なんです、みたいな感じで来る口説き文句が一番効果が低かった、わけなんですね。だから普通にただこんにちは、みたいに来るとか、ちょっと私お酒わかんないから、美味しいお酒教えてくれませんか?みたいな感じの、わかります?その、こっちとしては好意があるのかどうかようわからんわけですよ。ようわからないし、チャラい感じで来るわけでもないし、好きって言われてるわけでもないし、なんやねんみたいな感じの、そういう、なんかこう、無垢を装って来るタイプの口説き文句ってのが一番女性の魅力を下げたわけなんですね。むしろ遊んでる女に見えるような、イメージもありますが、そういう風な、こう、イメージを相手に与えちゃったわけなんですよ。だからそういう風に、無邪気さを装って、いや、私なんかピュアなんで、みたいな感じを装って告白するのが、女性の告白としては最悪ですよということが、最近の研究ではわかってるわけなんですよ。面白いですよね。じゃあ最後3つ目のポイントなんですが、これ身も蓋もない、結論が出ておりまして、ね、このテストで新たにですね、今回の研究で確認されたちょっと面白い事案というのもありまして、女性が男性に告白するときにどうやら言葉よりも大事なものがあるらしいと。それは何かというとルックスだったっていう話ですね。はい。言葉よりもルックスの方が重要だったと。なんだかんだルックスの良さには勝てないんだよと。声のかけ方よりもなんだかんだで声をかける側のルックスの方が告白の成功率とか告白の際のですね印象を決めていたそうなんですね。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、これはまあ男女両方とも言えますよね。やっぱり告白の言葉がちょっと残念でもやっぱり見た目が一定以上良かったら素敵ってなっちゃうわけなんですよね。うん。まあそれはそうだよねって話なんですけど、なんでね、まあ、ルックスを磨くというのが、まあ、一番大事ではあるんだけれども、でもだから言葉でね、よくね、どうやって告白したら好きになってくれるかなっていうふうに言葉をいろいろ考える意味ってのではなくて、言葉はストレート。ね。その言葉を考える時間があるんだったら自分を磨けよっていう話でした。はい。ぜひ参考にしてみてください。今日はですね、とはいえでもやっぱり自分にコンプレックスがあるし、なかなかね、ね、いきなり美男美女になるのってのは難しいわけじゃないですか。まあ、整形したりとかいろいろね、今できる時代ではありますけれども、じゃあどうすればいいかっていうと、実はね、普通の見た目でも、美男美女を打倒できるような方法があるんです。何かっていうと、自分のコンプレックスを解消すること。人間ってやっぱり芸人さんとかでもそうだし、見た目がそんなになんかこういいって、決していいってわけじゃない人でも魅力的な人っていっぱいいるじゃないですか。美女と野獣のカップルがいるのと同じように。あれは何かっていうと、自分のコンプレックスを認識して受け入れた人間というのはかっこよく見えるんですよ。何かを乗り越えた人ってかっこいいじゃないですか。で、そういうコンプレックスを解消すると、なんと心理学的にこれ面白いんですが、コンプレックスがある人とコンプレックスを受け入れて解消している人を比べると、見た目の評価もなぜかコンプレックスを解消している人の方が上がるんですよ。やっぱり堂々としてると、それがコンプレックス
スに見えないんだけど、自分でこうやって一生懸命隠そうとすると、やっぱり隠そうとしてるところにみんな目向くから、あそこがなんかこうダメなポイントなんだなっていうふうにみんなにも分かっちゃうわけなんですね。だからコンプレックスを受け入れて解消してしまうっていうのが大事ですよと。で、その方法を今日の番組の概要欄、そしてですね、こちらのボタンの方から見れるようにしてます。ぜひチェックしてみてください。あとは体型改善のね、テクニックも概要欄の方に入れてますんで、ヒートってやつが、 HIIT ってやつがおすすめなんで、こっちも合わせてもらうと、まあ、だいぶコンプレックス解消できると思うので、夏までにね、きっとパートナーが見つかるんじゃないかなということが、今日の放送でした。ぜひですね、概要欄の方をチェックしてみてください。それでは続き、こちらのボタンの方から、 D ラボでお会いしましょう。バイバーイ。